おはようございます。違う。こんにちは。朝ぶり。くまありがとう。かわいい。なにこれ。アフタヌーンティーをしてる。くまありがとうございます。誰もありがとう。ハートありがとうございます。朝配信ありがとうございました。完売したのかな。でもありがとうございます。多分完売したって思っといてますけど。ありがとうお茶。ティーありがとうございます。髪型かわいい。結びました。だるまありがとう。かわいいゲストありがとうございます。ハートありがとう。だるまもありがとうございます。かわいいゲストありがとうございます。タコありがとう、たくさん。ポニーテールです。アフタヌーンティーにしてるクマありがとうございます。だるまもありがとう。ハートありがとうございます。だるまもありがとうございます。かわいいゲストありがとう。おつにじ、バラありがとう。これちょうどくれた方がいるので見せたいなって思って。ありがとうございます。これ昨日も一応紹介したんですけど多分いなかったと思うので。可愛くない？サイリウム、これに虹、可愛すぎる。ありがとうございます。サイリウム可愛いし虹も可愛いし、ありがとうございます。あとファン一同の方も昨日紹介したんですけどありがとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しいです。記念に残るものが。だるまありがとう。早くココミに会いたいね。待ち遠しいです。ハートありがとう。変な家なんですか。ありがとうございます。記念になります。ありがとうございます。本当に大切にします。すごい。お手紙、お手紙ありがとう。あの感動してあのママ号泣してました。あなたのお手紙をいつ頃に書くか定めている俺です。ココミンのメール登録しました。ありがとう。お楽しみにしててください。ハートタコありがとうございます。ポニーテールはずじゃない？もしかしてショールームでするの。これもファンからいただいた、ファンの方からいただいた服です。おすにじ初見さん、パリの夜を作る。鼻かゆ、鼻かゆい。ハートありがとう。誰もありがとうございます。俺も今日手紙送ったけど恥ずかしいからママさん見ないでください。じゃあうちだけ見ます。ハートありがとう。鼻かゆい。ココミ人気高まってますかね。ありがとうタコ。誰もありがとう。今日もスクショだな。ありがとうございます。なんだろう。
ハートありがとう。クマありがとう。I love you。金のクマありがとうございます。キスを投げるよ。こんばんは、初見さん。優勝ありがとう。おつにじ。劇場でもここみペンライトね、ありがとうございます。本当に振ってくれる方もコールしてくれる方も、5日が楽しみすぎるくん待ってます。楽しみ。制服飲む。ティーありがとう。お茶のティー、ここみん人気はすごいと感じています。ありがとうございます。皆さんのおかげです。トレードでパワーもらったけど当選メール来なかったです。あと4日頑張ります。まだまだ諦めたらダメです。おつさん、ゴールデンウィークの公演当たらない、当たりますようにね。当たりたいよね。ハートありがとうございます。いつか立ち見から全力国民コール待ってます。ありがとうございます。ハート T ありがとうございます。だるま、にじにじサイリウムありがとうございます。あ、今日は今メイクしてます。これが新しく新生メイクです。新生って言うっけ、っていう言葉あるっけ。新生ココミンメイクです。これ新生ココミンメイク、これ新しくしました。そういえばスタバのメロン、え、めっちゃ美味しかった。美味しかったけど雨降ってて寒かったじゃん。で結構きつかったけど美味しかった。めっちゃもう あの真夏に飲みたくなるぐらい。周りにどんどんココミンが増えていくよ。嬉しい。皆さんのおかげです。それは新生ココミンメイクです。あ、そうそう、噂のデバコスリップ。だるまありがとう。ほら、どうですか。だるまありがとう。え、なんかあんずさんの配信それ見れてなくて、なんかここあんずさんがココミンのことを褒めてたっていうの見れてないんですよ。まだ何を褒めてたんだろうって思って分からなくて。ありがとう。タコ、ココミンにその色ぴったり、かわいいよね。え、マジこのパッケージがかわいくていいね。ありがとうございます。ディオールのリップです。ハートありがとう。ディオールのリップです。メイクめっちゃ変えました。でもかわいいよね。激かわ。これは憧れてたので、ディオールに。ディオールです。こんばんは。ありがとう、だるま。今これさ、何でも拾うよね音。うちは結構配信でずっとお腹鳴ってるので、もうお腹鳴りましたすいませんっていうのも、あ、なんていうの、言うのも、なんていうの、いな、なんていうの、誰もありがとうございます。金の言ってたら配信が終わっちゃうくらいの頻度でお腹が鳴ってるので無視してます。聞こえてないふり。かわいいよね。高度感、高感度マイク、高感度マイク、かわいいですねこのリップ。ほら、ごめんね、なんか塗っちゃってるんですけど。キキカワ、なんかピンクのリップが欲しかったんですよ。だから嬉しい。え、
しゃぶしゃぶ、うちも今日しゃぶしゃぶみたいなやつ食べました。え、しゃぶしゃぶ食べた気がする。うちもしかも食べた後にお腹が鳴ってるっていう一番ありえない状況。でもなんかうちが食べ物好きって言ってるじゃないですか、よくこの新作が食べたいとかこれが食べたいとか言ってるから、食べ物好きな方も結構いるんですよ。ファンの方っていうか結構トーク会とか来てくれる方で、食べ物好きだよねみたいな話したりしてますから、食べ物が好きな方も結構いて、食べ物好きでうちが食べ物好きって知って好きになってくれた方とかいます。結構ありがとうだるま。いや、お腹の音はうちのショールームだと結構な頻度で鳴ってるので、で全然レアじゃないですよ本当に。星ありがとうございます。今日ポニーテールです。星ありがとう。おやつよりちゃんとした食べ物、食べ物、まあ、成長期なので食べ盛りなので、ココミンと食べ物の話では絶対勝てない自信があります。食べ物愛わら、ありがとう。コンビニであずみのわさびのポテチ、マジでいいな、食べてみたい。レポ待ってます。レポ小判ありがとう。ワンズさんもねよくなってんの見たことあります。あ、なるほどね、しゃぶしゃぶだからお腹が減るんだ。でも言うてちょっとなのよ本当に食べたの。何でも食べれちゃう人です。可愛い、ありがとうございます。よく食べてよく動いてよく寝れますね。あ、本当に健康第一な生活しても、なんだ何これ、健康第一な生活ですね今日の。え、ね、わかる、お腹すくとなんかさ呼吸するためにお腹鳴る気がするんだけど。だるまありがとう、ハートありがとうございます。好き嫌いない。だるまありがとう、にじにじサイリウムもありがとうございます。食べ放題みんなで食べたいね。ハートありがとう、焼肉食べ放題に行きたいです。呼吸とともにあるんですよ、学校とか本当にやばくて。でも西ちゃんの話聞いてると量はね、量はあんまり食べないんですけど、なんかその分いろんなものを食べたくなっちゃうんですよね。え、量は日によるかな、やっぱりお腹空いてると食べますね。焼肉キング、マトコン行きますね、待ってます。こんばんは、メロンフラペ、メロンフラペチーノ。え、ねえ、そう、次ストロベリーなんですよ。なので始まっちゃう前にメロンを飲まなきゃって思って飲んできました。めっちゃ美味しかった。え、触覚長いよね、やっぱり切った方がいいと思う。これお披露目の時は長さがここだったんですよ、ここ、ここなんですけども、ここまで伸びたんですよ、ここら、もうこのぐらい伸びてんの。なのにこの後ろの地毛、地毛っていうか髪の毛、後ろの長い髪の毛が本当に伸びるの遅くて、1年にこれぐらいしか伸びないんですよ。これ本当、触覚は伸びるのに前髪も後ろのこの長い髪の毛はこれぐらいしか伸びないんですよ、多分痛みすぎてて。これぐらいしか1年に伸びなくて、もう全然憧れのロングにならないんですけど、っていうのをココハにこの前話したら、ココミンの髪の毛を触ってると髪質が自分と全然違くて羨ましいって言ってて、サラサラしてるみたいな、毛量が少ないから。でもうちはココハの髪の毛に憧れてるの、ちゃんと厚みがあるみたいな髪の毛に、から人は人って感じだなって思って、なんか
星ありがとうございます。小判だるまありがとう。ハートありがとうございます。なんかないものが欲しくなるっていうじゃん人って。だからなんかそういう感じだなって思って。そうなんですよ、生写真とかだと触覚が短いんですよ多分。でもこの前のこの愛のホログラムのグッズはあれなんですよ多分結構長め。そう一回短く切んないと多分生えてこない、生えてこないというか長くならないんですよ。そうないものねだりってやつ。元気です。小判ハートありがとうございます。すっぴんね本当にみんな可愛いよ。ありがとうございます。でも一番ってことかな。誰もありがとう。もらった名刺はね触覚短いんですけど、でも生写真より絶対に長いんですよ。生写真は本当に結構撮ったのが前なので。ココミンが一番可愛い。ありがとうございます。体操服じゃないから。誰もありがとうございます。ハートありがとう。ココミンタングル T シャツ使ってます。今すっぴんじゃないよ、今日の朝すっぴんでした。これアンズさんからもらったラメ、これアンズさんからもらったラメ。誰もありがとうございます。今日満点の可愛さありがとう。誰もありがとう。これラメ可愛くない？もらっちゃいました。このこれは違うわ、これは結構前にもらったやつなんですけど、卒業祝いって言ってくれました。ハートありがとう。朝すっぴんです。朝配信は絶対に、もうメイクする元気がないくらいの寝起きなのですっぴんですね。すっぴんを本当はショールームでできないくらいの自分のすっぴんに自信がなかったんですよ。なんかメイクとすっぴんの差がめっちゃあるって思ってて、自分の中で顔にね。だからなんかあれだったんですよ、あんまりすっぴんで配信は嫌だなって思ってたんですけど、一回やったんですよすっぴんで配信。誰も気づかなくて、誰も気づかないけど、なんか今日すっぴんみたいな感じで言ったらみんな気づいた感じだったんですけど、だから最近はすっぴんで配信ができるようになりました。嬉しい。ハートありそう。ハートハートありがとうございます。そうタングルティーザーもプレゼントしていただいたんですけど、ありがとうございます。もうめちゃ大切に使ってます。これアンさんからもらったラメ。配信前に寝落ちしてしまう。疲れてるんだ、無理しないように。まつげね、ここみいつでも可愛い。ありがとうございます。朝のバブミン、ここみ元から美しい。ありがとう。すっぴんはねでも本当にみんな可愛いです。ココミンの武器すっぴん公演とかね、この前も話したんですけど、すっぴん公演とか絶対面白いからさ。ハートありがとうございます。誰もありがとう。なんだこの可愛さは。メイクすっぴんどちらもコミちゃんの魅力。え、なんかさ変化ある顔に。まあ、あるよね多分それは。やっぱりアイラインが強いと思う、あのメイクは。だからアイラインを強くしちゃう癖があって、昔から。ミヤビームとか本当にすっぴんです。可愛くなってアイライン大切。運転しながら見てます。おつにじ、おつにじです。誰もありがとう。
もう顔小さくないですよ全然、周りの子と並ぶと。顔小さくする方法が知りたいね。岡本さんとかなんかこの前さ、すっぴんのやつやってたよね。やってたよね。やってたよね。帰宅なう。変化に気づける人ね、むずいよね。うちもあんまり気づけない人なんですけど、あの仲いい人なら気づくんですけど。次回ツーショット撮影会応募しようかな。ぜひとも、ぜひとも。え、可愛いよねこの髪型。清楚。明日体操。なんか YouTube でよくやってたんですけど、ソーラン節の曲に合わせて小顔効果みたいな、もうあれ一時期めっちゃやってて、ハートありがとうございます。でも効果あるのか分からなくて。ここ見初めてた時顔小さ、え、本当に嬉しい。星ありがとう、ハートありがとうございます。ありがとう。アフタヌーンティーン、アフタヌーンティーンだよね、押してるクマ、ありがとうございます。ハートありがとう。そう、すっぴんパジャマ可愛かった。あれはね、勇気がいるなって思ったけど、全然可愛くて余裕でしたよ。今日は目の上のほくろ、え、そうなんですよ。あの髪の毛を縛ると見えるんですけど、これこれこれマジレア。28日、ココミおしめん仲間と、え、よかった、誰だろう、嬉しい。星ハートありがとうございます。タコもありがとう。だるまたくさんありがとうございます。たくさんだるま。え、今日の前髪結構良さげ、良さげですね今日。89、サッカーの女子マネね、なんかマネージャー感あるよね、髪の毛縛ると。なんか左右によって顔って違くて面白くない。最近前髪上手くなりました、セットするの。お、 LINE 交換して嬉しい。なんかそんな、そんなフォルダ国民祭り、え、嬉しい、ありがとうございます。たくさんスクショね。前髪咲いて久しぶりだよね。結構難しいんですよ前髪作るの、みんなにやってほしいぐらいなんですけど、この微妙なこの感じを作るのが本当に難しくて。もちろんマネージャーやったことなくて、美術部副部長だったので、特に何もしない美術部副部長みたいな感じでした。うん、カメラマンさんとかはどっちの顔で撮ってほしいって聞いてくれますね。ここみ今日も買いにありがとう、おひさ、また X に載せるよ、ありがとうございます、嬉しいです。握手会行かなんて言って、誰だろう、誰だろう。今日すごい前髪決まってる、陸上部すご、副部長、みんな何部だった。副部長でした。うん、え、でも絶対に可愛いと思います、すっぴんでテレビ。え、でもすっぴんでテレビとか結構勇気いるね。大好きやの大好きやの大好きやの。水部一緒、水部やってました。テニス部、水泳部、陸上部、バレーボール部、バドミントン、卓球、
え、バレーボールだったんだ。野球、え、野球なんだ。面白いな。陸上部ね。水泳部なんかわかる。テニス部なのもわかる。水部なのもわかる。ラグビー部めっちゃわかるんだけど。バスケット、帰宅部、サッカー部、バスケ部、バレーボール、水部、やば、トロンボーン&学生指揮者。うちは小6の時、小5小6ぐらいで水部やってました。2年半ぐらい。トランペットでした。ベンチも持ってました。今日のくんね、可愛いでしょこれ。ファンの方がプレゼントしてくれたんです。ありがとうございます。星ありがとう。そう、水部だったんですよ。水部だよ。吹奏楽部、吹奏楽部、吹奏楽部。まあ、あの、動くことが嫌いだったんですよ、中学入ってから。あの、あ、ティーありがとうございます。ティー、お茶。小学校の頃はもう動くの大好きでだったんですけど、もう中学からなんか動くことが恥ずかしいみたいなのがあって、ここ見部、ここ民部ですか、ここ民部。ありがとうございます。今は異常に動いてる、今異常に動いてる。じゃんじゃんじゃんじゃ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 ん。お、ココミンラブ、うまいね。誰もありがとう。ハートありがとうございます。ココミン部はひたすらココミンを、ココミン、ひたすらココミンを見る。模写です、模写。ココミンラブ。バドミントンいいな。うちバドミントン大好きだったんですよ。めっちゃ下手なんだけど、めっちゃ楽しくてするのが。そう、今もちろんココミン部、ココミン模写してください。ココミン模写、じゃんじゃんじゃん。ココミンをアイスのみ、ココミン模写。布教ですね、布教。ココミンをひたすら布教です。布教する部活です。え、いいね。グルメ、グルメのバスツアーに連れてってほしいです。ありがとう、だるま。ハートありがとう。みんなココミンに一途ちゃんですか。ココミンの、え、見てみたいんだけど、見てみたいんだけど。劇場ではひたすら、あ、ありがとうございます、嬉しい。僕の行きつけの焼肉屋に行きたい、連れてってほしいですね。川村組ではありません。ココミン部はスイーツ部でしょ。で、スイーツね、この前スイパラ行きました。実はあのスイパラに行きました。ハートありがとう。え、見るわ、ココミンの X 見る、後で終わったら配信。ココミン部の部長です、うちは。ありがとう、だるま。この前スイパラ行きました。ハートありがとう。スイパラはあのココハとユアニャンとカキルナと行きました。いつもの4人で行ったんですけど、
なんかめっちゃ美味しかった。うち初スイパラ。あ、危ない。うちはちなみに初スイパラだったんです。ゆあにゃんもかけるなも、ココハも行ったことがあるっぽかったんですけど、うちはまだ行ったことがなかったのでドキドキしながら行ったんですけど、楽しかった。最初にカレーとか食べちゃってたんですよ、みんな。だからスイーツで結構みんなしんどくなって、その後みんな眠くなっちゃって、みんな半寝状態で食べてました途中。ありがとうタコ。今日寒いよ。バイト終わりによくスイパラ、いいね。そう、ココハがスイパラのパスタが大好きで、めっちゃ食べてた。おつにじ、だるまありがとう。お腹のした、もう気づかないぐらい自分でもお腹なりすぎて、逆にもうそのレベル最近なりすぎてて、配信でも本当に美味しかったスイパラ。今日食欲綺麗ですか？甘いものたくさん食べれないね。わかる、なんか食べたくてもちょっと休憩してしょっぱいものを食べたくなるね。わかる。でもめっちゃ美味しかった、スイーツもご飯も。カレー美味しすぎたんだけど、ポテトも。結局ポテト最強っていうところに至りました、みんなで。ハートありがとう。だるまもありがとうございます。ココイチまだ行ってないの。その時本当はココイチ行くってなったの。その時ココイチ行くってなったんだけど、いやでもなんかココイチって気分じゃないみたいな感じになって、じゃあスイパラ行こうってなって、スイパラ行ってで帰ってきて、じゃあスイパラ行って結局カレーを食べるっていう、スイパラでみんな結局みんなスイパラでカレーを食べるっていうのをやってて、なら結局ココイチで受かったくないってなったんですけど、結局カレーを食べたっていう。みんなハートありがとう、星ありがとうございます。コミに一番でココイチうまいね、ありがとうバラ。ねココイチいつ行くの。本当に行かなすぎてやばくない？サッカー女子みたい。わかる、なんかわかるかも。今月で推しメン 3,4 ヶ月になります。うちのことかな。誰もありがとう。マジで美味しかったスイパラのカレー。花束ありがとうございます。本心ありがとうございます。本心受け取りました。この前はココイチにも、ココイチじゃない、吉野家行きました。運動部に見える、この服の影響もあるよね多分。ちょっとなんかボーイッシュ感。スイーツパラダイス、スイーツパラダイスだよね。ありがとうバラ、バラじゃないだるま、ありがとうございます。スイパラいいよ、スイパラスイパラ、栄のスイパラ行きました。3ヶ月ぐらい行きたいって言ってる気がする。やばいね、それやばい。3日前がコミをし始めて、やば、早いね。嬉しいし、ありがとうございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとうだ。一人吉野家ママです、ママありがとう。アイス、いや全然もうめちゃくちゃ普通に食べてました、牛丼吉野家。マジで夏野菜カレー大好き。もう夏野菜カレーが一番好き。一人丸々できない、もう何にもできなくて、まあ一人コンビニくらい
ゆできて一人コンビに記念日誰もありがとう。うちは吉野家のチーズなんとか食べました。マフラーいらないと思う。いつかは上手の方後方から見ますね。コミュニティを作ってありがとうございます。見つけます。ここ見押しぜひとも続けてください。俺は半年いつなんだろうね。えでもさ、ユアニャンの方が長いんだよね確か歴が。可愛い、ありがとうございます。今日も可愛いですね、ありがとう。ねゆうねさん牛丼好きって言ってたね。ゆうねさんも言ってました。食べ物屋さん一人はない。推しの中でココミンが一番推し歴長い。え嬉しい、それも嬉しすぎる。初をもらいました。この前でようやくココミン押し始めて。早くない？でも3ヶ月ってもう早いよ。これからもよろしくです。ハートありがとう。えオーディションから見てる人ってどのくらいいるんだろう。ねえねえ本当にさ、みはるんさんがいなくなるのやばいんだけど。この前の K2 のアンダーの時にめっちゃ優しくしてくれてたんですよ。だからまさかそんなって思って、もう放心状態すぎた知った時。本当にびっくり。タコありがとうございます。オーディションは見に来たことはあるかも。いろいろな絵を描いてましたね。でも顔が変わってるので多分誰も気づかないかも。ハートありがとう。オーディションの時はなんでスルーしてもらうのかわからない。オーディションはさつきちとみゆちゃんね。星ありがとうございます。多分あんまいないと思うよ本当に。オーディションから見てる人変わりすぎてて。みはるんとたくさん話せるね。本当に話したいです、みはるんさんと。10期からの人はどれかどれね、やばいと思うそれ。本当に怖いもん。逆にすごすぎてよく分かってたなって感じ。顔を見て成長してるのに。星ありがとうございます。僕も12期のお仕事4月から、ありがとうございます。これからたくさんよろしくお願いします。オーディションのイーナちゃんの頃からの国民の進化がヤーバスです。お披露目の写真を見てこんな子もいるんだと思って気になった。え嬉しい、嬉しいねそれ。20期のオーディションからは本当にすごくてびっくり。ありがとうだるま。国民のオーディション配信のスクショ、えやばやばすぎる。絶対可愛くないじゃん。ほとんどユアニャン、え、そうなんですよ。あのオーディションユアニャンで急にうち、え、待ってごめん、マイク押さえてたかもしれない。 PC 画面で見たアイラインね、ごめんなさい。え、マイク押さえてた、怖っ。幽霊ありがとう T、 ハートありがとう。え、そんなマイク押さえてたかな今。僕のこと知ってくれてたよな。逆に逆パターンっていう、うちが知ってたっていう。ハートありがとう。半年経ちました、やばい。惚れてから嬉しい。誰もありがとう。ココミンは一目惚れ、ありがとうございます。指パッチン帰宅、おつにじお帰りです。
ハートありがとう。本当に公演が始まってからもから好きになってくれた方もいて嬉しいし、パフォーマンス見てって方も多くて、誰もありがとう。そう、うち結構なんていうの、お披露目前とかお披露目後とかハッシュタグ大村アンズって調べて、結構アンズさんのやつを調べてたんですよ。でそこで結構アンズさんのファンの方の動画とか X が回ってきて、今でも結構見てるんですけど、ハッシュタグアンズさんの、その時になんか癖が強い方がいるなって思ったんですよ。数人なんか卓球をしてて癖強い人だなって思って、こういう人もいるのかって思って見てたら、その方が来たんですよ、トーク会に。10月ので、逆にもう自分はその人のことを自分のスマホで見てたわけだから、えっやば本物だみたいな、逆にうちがえこの人本物だってなって、めっちゃ面白くて、この人あの時見た本物だって思って、公園のココミンすごく丁寧に踊ってるの好き、ありがとうございます。誰もありがとう。めちゃくちゃ良くて惚れた、嬉しい、惚れた、欲しい、ありがとう。そう、ハッシュタグ大村あんずさん見てます本当にめっちゃ面白かったんですよ。逆にうちがえ本物じゃんみたいな。あ、壇上読みます。13位は大村あんずさんのハート持った方、ありがとうございます、ありがとう。12位はわさび、ありがとう、わさび、ありがとうございます。11位はテンション高い猫、ありがとうございます。10位はマイメロ、ありがとう、リボンつけたマイメロ。9位は緑の服を着た男の子の方、ありがとうございます。8位はカエル同盟、ありがとうございます、ありがとう。7位は太陽にじにじの方、ありがとうございます。6位はシナモンの方、ありがとうございます、シナモン。5位はポチャッコ、ありがとうございます。4位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。3位は岡本さんの浮き輪を持った方、ありがとうございます、ありがとう。2位は歌舞伎の方、ありがとうございます。1位は無の方、ありがとうございます。無の方、ありがとう。今日このアイコンのままイワニャンの読みだんじゃ、やばー、なんて言われた、怖い。でもイワニャンとさっき話しました、メールで。ありがとうございます。おやすみ。来てくれた方もコメントくれた方もギフトくれた方もありがとうございます。ありがとう、かわいい。ほっぺコンプレックスなんですけど、ちょっとだけ。ありがとう、こちらこそ、ありがとうございます。一日中可愛くてありがとう、こちらこそです、ありがとうございます。またお休みメールで会いましょう。みこみんお楽しみにですよ、みこみんいい夢見ろよ、ありがとう。ほっぺはかわちい、お待ちしてます。夜メール待っててね。おやすみ。肌綺麗、ありがとう。今汚い時ですけど、待ってます、返信。バイバイ。